彼女は寝ながらの姿勢のまま数十分飛び跳ねると空中で体勢を変え、そしてその場に立ったのだ。え、大丈夫？なんかおかしくなった？とにかく気づいた時には困惑と恐怖と怒りの表情をあらわにしたみんなが藤崎さんを取り囲むようにしてその場に立ち尽くしていたんだ。おのれ。おー、怖い怖い怖い。守れなかったか。鬼人みたいな顔してるよ。またしても犠牲者が出てしまった。ということはまた始まるのですね。つうかよ、何なんだよこれは。夢だ、これは夢なんだ、全てが夢なんだ。そうだ、そもそも僕はまだ生まれてすらないんだ。生まれた時の記憶だってないし、それは多分ほとんどの人がないのでは。うるさいですわよ。え、あ、全員集ま、え、全員じゃなくない？ねえ、ハガクレ君は？あ、でも今喋りよったセレスさんもおらんな。あれ、話聞けん感じ？あれ、話は聞けない感じですかね。調べるだけ。壁に血文字でチミドロフィーバーって書いてある。それどういうことなんやろ。ダイイングメッセージとも違うわね。まあ、そりゃね、そんなウキウキした感じでしないやろうし、異様すぎるわ。というか、血文字でチミドロフィーバーってなんか聞いたことがないか。猟奇的かつ残忍な手口で殺人を繰り返す凶悪殺人鬼。う？あ、そんな話しよったっけ。現場には必ず被害者本人の血でチミドロフィーバーの血文字を残す。通り魔的かつ無差別的で突発的な犯行ばかりゆえ、警察もその足取りをつかめていない状態。そんな連続殺人事件の容疑者にネット上で与えられたあだ名が、ジェノサイダーショーだべ。ジェノサイダーショー、血またまにぎわしている凶悪殺人鬼。猟奇的かつ残忍な手口で殺人を繰り返す超度級の変態殺人鬼がこの中におるってこと？じゃあこれって誰かがジェノサイダーショーの事件を真似たってこと？あ、真似？でも何のために？あるいは本物のジェノサイダーショーの仕業か。本物って、じゃあ俺らの中にジェノサイダーショーが？そんなのありえないよ。それにしてもチミドロフィーバーとはびっくりしてしまうほど頭が悪いですわね。そこ、いや、まあ確かにね、どういう。だが頭の悪い人殺しほど厄介な存在もあるまい。まあ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 、衝動的に。今度は何？深川ちゃんと朝比奈さんが指差した女子更衣室の入り口には、え、ああやってきたんよね。遅れてやってきた深川さんの姿があった。嘘、どうしてなあだな、どうして、え、何をそんなに。藤崎さんが死んだのが意外やったってこと？倒れたべ。しかも確実にまずい音がしたぞ。だってねえ、死体が見つかったことはもうすでにアナウンスされたけん知っとったわけやん。でもここに来てめちゃくちゃびっくりした感じやったよね。殺された人が意外やったのか。深川ちゃん、朝比奈さんは倒れた深川さんに慌てて駆け寄ると彼女の体を揺すり始めた。深川ちゃん大丈夫？しっかりして。そういえば彼女は言っておりましたな、血を見ると気絶してしまうと。血液恐怖症ですか。ホラー映画は見られませんわね。つうかこれって大丈夫なんか。自分の部屋以外での就寝って拘束違反じゃね。え、これも就寝に入る？いや、それは大丈夫のはずだよ。拘束で禁止なのは恋の就寝だったしよね。じゃないとさ、誰かに落とされたらもう終わりってことやん。首絞められたりとかしてさ。恋じゃねえ気絶は問題なしってことか。なんだ、深川ちゃん聞こえる？おーい、しっかりして。するとそこで朝比奈さんの言葉に応じたかのように深川さんは飛び起きた。飛び起きたのだが、その奇妙な動きに僕は思わず絶句してしまった。彼女は寝ながらの姿勢のまま垂直に飛び跳ねると空中で体勢を変え、寝ながらの姿勢のまま、そしてその場に立ったのだ。え、大丈夫？なんかおかしくなった？
筋肉の構成を無視したまるでデタラメな動きだった。ごめんごめん、びっくりすぎて気絶しちゃった。あるよね、そういうこと。あれ、私だけ？深川さん大丈夫？大丈夫大丈夫。ゲラゲラ死体だ。おい、そこ死んでるぞ。なになになに、おかしくなった？死体見ておかしくなった？なんだこりゃ。やっぱ頭を打ったのがまずかったね。世界は裏と表で構成されているのです。9回表と9回裏しかり、真実と嘘もね。なに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 、どうした？なんか怖いし、というか口調が変わってません？いやいや心配ござらん。むしろ神口調がなくなったなんてラッキーなんじゃね。ゲラゲラゲラ。なるほど、大丈夫ではないと理解した。でも妙にうつろだしな。うん、確実におかしくなったね。ひとまず自室に連れて帰った方がよかろう。めちゃくちゃショッキングやったんかな。いや、まあショッキングはショッキングやろうけど、だったら私が連れてっけど、誰か手伝って、手伝いましょうか。石丸手伝ってくれる？無視。え、無視？ではその女のことは任せて、残ったもので早速捜査を開始すると。現場の見張りは前と同じように、大神と大和田の二人、問題ないな。ちょっと待ってよ、そもそも捜査って。言っておくが、黒幕の仕業なんかじゃないぞ。それは前回の件で分かったはずだ。何度も言わせるな。藤崎千尋は間違いなく殺されたんだ、俺たちの誰かにな。そうだろ、モノクマ。もちろん。だけど悪いことじゃないよ、これって当然のことなんだから。だってさ、それが卒業のルールなんだもん。ほら、今回今までに比べてめちゃくちゃ顔怖いって。じゃあまたなのか、またそうだっていうのか。え、てかどういう殺し方？頭かち割られとん？なんか顔が血だらけよね。また僕らの誰かが、服はそんなに汚れてないのに、僕らの誰かが仲間を殺した。ん？おや、またビビってんの？気持ちのちっちゃい奴らばっかっすね。あっちもちっちゃいのか？僕のおがまししかないか？ま、ないんですけどね。黙れ。ごたくはいい、さっさと例のものをもらおうか。持ってきているんだろ？何、例のものって？もちろんですとも。ザ・モノクマファイル。それでは毎度おなじみになりつつあるザ・モノクマファイル2を配ります。毎度って言われてもまだ2回目なんやけどね。じゃあ捜査を頑張ってくださいね。まあ捜査ファイルか。そんな、捜査ってまたあんなことしなきゃいけないの？仲間の死体を調べたり、仲間を疑ったり。どうして？もう嫌だ、こんなの耐えられないよ。ありえねー、俺も嫌だ。助けて。俺はごめんだ、もう逃げるぞ。おい、どこに逃げる気だ、逃げ場ならないのだぞ。いい加減慣れたらどうだ、所詮血は液体、死体は物じゃないか。いや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 、それは割り切りすぎ。随分と張り切っておられるのですね。当然だ。張り切らないでどうする、犯人を突き止めなければ死ぬんだぞ。それはそうだけど、でもそんないきなり。なんだ、お前は死にたいのか。うんね、だったら勝手に死ね、すぐ死ね、酸素の無駄だ。ね、死体は物だと。だこら、あいつは、藤崎は物なんかじゃねえぞ。軽々しく扱いやがったら俺が許さねえからな。落ち着いて。安い喧嘩はやめて。それに戸上くんの言葉もあながち間違ってないわ。キリギリさん。だって。謎を解き、犯人を見つけなければ、私たち自身の命が危ういのは確かだし。それに、戸上くんが言うように、藤崎さんを殺したのがジェノサイダーショーだったら。そうね。放っておけば、さらなる犠牲者が出てしまうかも。さらなる犠牲者どころか、下手すれば全員皆殺しに。普通そうよね、殺人鬼がおるんやったら。ねえねえ。おっとっと、それなら心配ご無用ですぞ。この殺し合い学園生活で、同一のプロが殺せるのは二人まで、なんで。そんなルールあった？あ、よねよね。今読んだわけじゃなくて自分の言葉を言ったんやけど。実は。今追加したの。だって一人でたくさん殺しちゃうと、楽しい学園生活がすぐに終わっちゃうでしょ。高速が追加されました。高速メニューで確認できます。高速違反はどうなるんやっけ？罰されるんやっけ？やとしたら、あと二人とか、ジェノサイダー将が殺してくれたら、そこで排除されるってことなんやね。犠牲は出るけど。ならばなぜ一人までじゃない？あのね。
だってミステリー的には連続殺人事件勃発って響きも捨てがたいでしょ。にゃっほほほほ、一人じゃ連続にならないしね。え、じゃあもう一人ぐらい今回死ぬ可能性あるってこと？同一犯で。今度こそさようなら。後ほど学級裁判でお会いしましょう。いまいち納得しかねますが、とにかく二人まで殺せるということは、あと一人は殺される可能性もあるというわけですわね。ふん、面白い。それは大変だ。そうなる前にさっさと犯人を見つけないとな。まあ、やるが。てめえは黙ってろ。あのさ、とりあえず私と石丸は母ちゃんを部屋まで送ってくるね。送られてきます。仕方がありませんわね。私たちもさっさと捜査を始めましょう。のんびりしている時間はないのです。誰が藤崎さんを殺したのか、下の謎を解かなければ。よろしいですか。でも私犯人は女やと思ったんやけどな。だって女子高エステやし、そこからしてはな。でも藤崎さんは男の子やと思ったよね。ってことはあれか、殺してから連れて入ったじゃないと、多分藤崎さんは自分から進んで女子更衣室に誰かと一緒には入らん気がするんよね。私たちの方が処刑されてしまうのですから。そうなんだよな。こんなの嫌だけど、でも生き残るためには、みんなで生き残るためには、やるしかないんだ。ことは今回のこの事件で藤崎さんが男ってことが多分どこかしらで発覚するんよね。まあ、私の中では男って決定してるけど、勝手に。もうね、初めましてからね、数分ぐらいで男って私の中で確定しとんやけど、まずはモノクムファイルで状況を確認してみよう。被害者は藤崎千尋、死亡時刻は午前2時頃。うわ、数時間後やったんやね。死体発見現場となったのは学校エリアの2階にある女子更衣室。致命傷は鈍器による頭部への殴打、即死だった模様。あ、まだ即死やったけんよかったね。苦しいことはなかったんや。情報はこれだけか。でも文句を言っても仕方がない。あれよね、事件が起こった時間帯とかが詳細に書かれてるのも、まあ、こういうルールの下でこの施設におるけん、モノクマは事件現場をカメラで見とっても止めることはないってことやもんね。こういう情報にまとめるだけで、どっちにしろやるしかないんだし。モノクマファイル2を手帳に記録しました。言葉メニューで確認できます。おい、苗木、ちょっといいか。え、僕に何か用？当然だ。用のない人生なんて退屈だからな。用って？俺の捜査に協力させてやろう。は？なぜ上から目線？俺はお前の能力を買っているんだ。前園紗友香の事件を解決させたお前の能力をな。能力？何かしらあれか？超高校級の、今のところ特に何ってよく分からんけど、うん、え、一応超高校級の運がどうのこうのって言ったんやっけ、ラッキーみたいな。え、違った？なんかこういう能力ってことかな。なんか探偵的な解決って。あの時はただ、黙れ。お前は多少は使える人間のようだ。だからお前を選んでやることにしたぞ。俺の捜査の協力をさせてやる。これって誘われてるのか。それの俺にやけに高圧的だけど。行くぞ。では早速始めるとするか。でもいいから始めるぞ。のんびりしてやる暇はないんだ。あれか、運がいいとかどうのこうのっていうのは Y 学園のやつか。なんかごっちゃになっとる。あれのマタローやっけ、名前。あれがそんな感じやったよね。なんだかよくわからないけど、なぜか戸上くんと一緒に操作することになったみたいだ。